皆さんこんにちは、今日は仮面ライダー KK の変身物語ということでお話ししようと思います。まあ、この小室圭氏ですね、この度晴れて、フォーダム大学のロースクールをね、卒業されたんですよね。でまあ、このね、ご卒業のニュースは、まあ、改めて、国民の、圭氏に対する嫌悪と拒絶の声を、まあ、引き出したと思います。まあね、でまあ、この卒業もですね、一つの変身だったと思うんですね。これまで、3年間、フォーダム大学ロースクールの学生だったっていうね、状態から、ニューヨーク州司法試験受験生括弧無職というね状態へとまあ変身されたと思うんですよね。でまあ、小室圭氏はまあこれまでまあ度重なる変身を遂げてきたお方なんですよね。もう第何形態なのかわからないというね、もう第5形態なのか第6形態なのか、はたまた第10形態なのか、もうね、数えることもできないぐらいね、変身をされてきました。まあ、まず、まあ、学問とか、まあ、職業の方面での変身を、まあ、見てみると、まあね、まあ、まずはですね、国際基督教大学の学生だったんですよね。で、その次が、東京三菱 UFJ 銀行の、社員、エリート銀行員にね、まあ、変わったと。でその次が、奥野総合法律事務所の事務員、まあ、パラリーガルであるとともに、一橋大学大学院国際企業戦略研究科括弧経営法務専攻の学生だったというね。でまあその次が、今言ってる、まあ、フォーダム大学ロースクールの学生だったということで、でまあ今は、ニューヨーク州司法試験受験生兼まあ、どこかの就職先の就職内定者ということになってますよね。まあ、この就職内定というのはまあ真偽は不明です。で、まあ、同時並行でこの身分的、血縁的方面でもね、まあ、変身してるんですよね。まずは、眞子内親王殿下の、まあね、まずは恋人で、で、その次に、まあ、眞子内親王殿下の婚約者。まあ、これはね、口約束でもまあ婚約は成立するので、口約束の婚約者なんですよね。でその次が、まあね、記者会見されてましたよね、眞子内親王殿下の婚約内定者ってねなって、まあね、順調にいけばね、その次はその、ね、内親王殿下の婚約者、まあね、正式な納采の儀をした婚約者になって、まあ、その眞子内親王殿下、つまり、小室眞子氏の夫ということになるはずだったのが、まあね、なるつもりだったんでしょうけど、まあ、こちらの返信は第二形態、つまりまあ翻訳内定者の段階で、まあね、次の 第3段階目へとまあ生き悩んでるところが現状ですよね。でまあ、さて、まあ、日本でね、まあ、変身といえばね、まあ、男の子たちが大好きな、まあ、仮面ライダーがね、有名だと思うんですね。まあ、大人が見てもね、まあ、子供の時ほどはね、面白いとは思わないと思うんですよね。まあ、懐かしいとかあるでしょうけどね。じゃあ、なぜ子供にとってそんなに面白いのかっていうと、まあ、変身とは、同一性と異質性が同居している出来事なんですよね。で、まあ、まずですね、まあ、変身の前と後で同一性がなければならないんですよね。同一性がなければあんたどこから来たのっていうこと、あんた何者なのっていうことで、また一からね話を始めなきゃいけないんですよね。その仮面ライダーに変身した後、またねこの人はこういう人でここから来てこういう過去があってとか言って話をね巻き戻さなきゃいけないんですよね。だからまあ同一だからね話を進められるんですよね、引き継げるんですよね。でまあ、次に、まあ、もちろん変身変化だからね、その前と後とではね異質でないといけないんですよね。まあ、同じならねその変身とかやってねやった意味がないですよね。わざわざやって同じですとかやったらもうね面白くもないし意味もないっていうことになります。ということで、まあね、その人が何者であるか、どんな人であるかっていうこととね、すごく意味を持ってるんですね。この人はこういう性質を持ってる、この人はこういう性質を持ってる、同一だとかね、異質だとか、その人が何者かっていうのに、まあ、大きく関わりがある問題なので、それは見てる側にとって自分とは何者かっていう問題に、まあね、密接に関係しているんですよね。だからまあ子供っていうのは、まあ、自分ってなんやろうなっていうのをねだんだん知っていってる時期なんですね。そのまあ自分をとは何者かを知る過程のまあ初期にある子供にとって、その
まあね、自分とは何者かっていう問題を見せてくれるというので、まあ、変身ものが大好きなんですよね。でまあ、男の子の場合はまあ仮面ライダーとかで、でまあね、女子向けもね、まあ、魔法のステッキで変身するみたいなね、アニメがあるんじゃないかなと思います。よく知らないですけどね。でまあ、ただですね、まあ、同一性と異質性、まあ、両方あるんですけど、ね、まあ、変身の変は変化の変なのでね、まあ、異質性に重点があると思うんですよね。でまあ、そのね、まあ、その30分のね、あの子供向け番組の中で変身する段にはまあね、その害はないんですよね。まあ、害はないところかね、まあ、あの悪をやっつけてくれるんですけど、まあね、実際の人生であんまり変身してるとまあね、異質なものに変わっていくから、まあ、安定性がね欠けるんですよね。安定性を脅かす出来事なんですよね。だからまあ経済的にはそのね、経済面ではまあ不安定っていうかね、収入がね、あまりないというかね、信用がないみたいになって、まあね、そのまあ自意識とかね、まあ自我、精神の面ではそのね、まあ自我像が不安定っていうかね、でまあね、自分探しの旅に出たりするっていうことにまあなってしまいがちなんですよね。でまあそのまあ安定したそのね、仕事をやって収入を得るというよりかはね、もう冒険とかね、アドベンチャーに出て、まあ自分を探しながら生きていくみたいなね、形になると思うんですよね。まあそのね、農業でまあね、地道に生きるというよりは、まあ狩猟型ですね、獲物を、取って、食うっていうね、明日のあてはないみたいな形になります。まあね、まあ、あのチャップリンにね、あのゴールドラッシュっていうね、まあ、映画があるんですけどね、まあ、まさにね、金鉱脈を探して一山当ててやろうっていうね、まあ、人生、まあ、一種のギャンブラーみたいな人生になる、まあ、信用は低いみたいなところになると思うんですよね。でまあ、ところで、まあ、さっきから変身変身と言ってますけど、古代ギリシャにですね、メタモルフォーゼスっていうね、まあ、あの神話集があるんですよね。でまあこれまあ日本語に訳すと、まあ変身物語っていうね、まあこれあんまり知ってる人はあのいないと思うんですね。ああメタモルフォーゼスですかとかいう人はまあこのマニアだと思うんですけどね。ただですね、これに入ってるあの物語の中には有名なのがあるんですよね。そのナルシストって言えばね、もうみんなね知ってる言葉なんですけど、この語源になったナルキッソスっていうね、まあ若い男性の物語はこのねメタモルフォーゼスにね入ってるんですよね。で、他にもですね、イカロスっていうね、人物の物語もこれに入ってるんですね。あの私が子供だった頃ですね、この、イカロスの物語がみんなの歌になってたんですよね。 NHK でもう耳にタコができるぐらいね、もう聞いたんですね。昔ギリシャのイカロスはっていうのでね、本当に耳にタコができました。まあでまあ、まずはですね、まあ、ナルキッソスなんですけど、まあね、ナルシストの語源だから、まあね、自己愛とかね、うぬぼれの象徴みたいな人なんですよね。で、まあ、あの超美男子だったそうですよね。でその、まあ、美男子だからやっぱりね、自分の顔に見とれていたいんですよね。で池に映った自分の顔をね、ずっと見ていてね、ずっと見とれていて、まあその結果水仙になったっていうね、まあ水仙、綺麗な花がありますよね。その池の周りに咲いてる花になったっていうね。だからまあ美しさという同一性と、それからね、人間と植物っていうね、異質性がまあね、同居していると思います。だから人間矢印水仙みたいなね、そういう変身をしたっていう物語になってるんですよね。でまあ、次のイカロスの物語はどういうのかというと、まあ、イカロスはですね、まあ、高いところ、まあ、空を飛ぼうとしてね、その牢でその、まあ、背中か腕か知らないんですけど、羽をつけて、鳥の羽をねつけてね固めたんですね。でバサバサやって、まあ、空に飛び立ったんですよね。でまあね、すごくね自由に飛べるからね、太陽にねまであの行こうみたいな感じでね、もう高く高く飛んでいったら、その太陽の熱で蝋が溶けてしまったっていうね。でまあ、 あの墜落したっていうね、まあ、話なんですね。まあこれもその人間がその、まあ、空を飛ぶ生き物、まあ、鳥みたいな存在へとまあ変身したっていうので、まあ、このメタモルフォーゼスに入ってるんだと思うんですよね。でまあ、両方ともですね、まあ、なんかね、あの死の影がねありますよね。その、ナルキッソスは人間から水仙になったということは、人間だったのが死んでしまって水仙になったみたいなね、間にまあね、カッコ死が入ってるみたいなね。でまあ、そのイカロスはその人間からまあ鳥になった、でまあ墜落したということは死にました、カッコ死にましたみたいなね、まあなんかね、あの死の影があると思うんですね。だからまあ変身とは一種の死と再生の儀式、まあね、死と復活の儀式なのじゃないかと思います。
まあね、自我を喪失してその自我を再び取得する、まあね、獲得する、まあ、取り戻すっていう、まあ、体験なんだと思うんですよね。でまあまあイエス・キリストもね、なんかね、死んでから復活したっていうね、まあ、ああいうのとまあ似たところがあると思うんですよね。でまあメタモルフォーゼスにはね、まあ、いくつもの物語が入っているのに、この2つがね有名なのは、まあやはりね、本質をついているからだと思うんですよね。だから本質をついている物語はまあね現実にも起こるんですよね。でああまるであの人みたいだなとかいうふうにねなることもあるんですよね。でまあ、まあ私の印象ですけど小室圭氏の特徴は、まあ、まず第一にナルシストだなっていうね、まあ、そんな、まあ、ナルシストで、まあ、ちょっとね傲慢な感じでねんな感じの人だなと思うんですよね。だからまあ鏡に映った自分の顔以外には満足できないんだろうと思うんですよね。だから例えばこれまでいろいろ変身してきてその大手銀行員とかね、まあ、法律事務所のパラリーガルとかねフォーダム大学の学生とかねいろいろやってるけど いずれも自分自身そのものではないですね。小室圭氏は三菱 UFJ 東京三菱 UFJ 銀行そのものではないのでねやっぱ自分自身ではないんですよね。だからその最高の自分自身の顔ではないものだから甚だ不満足なものなんですよね。疎ましいものなんですよね。自分自身を見つめていたいのに何かねその例えば銀行員としてね活動しなきゃいけない不満だからまあねやめちゃうみたいなことなんですよね。だからまあそういうまあ何て言うかね自分の属性ですよねもうそのまあ道具として仕方なく使ってるみたいなところがあると思うんですね。でまあそもそもこの現実世界には自分以外の人がいるんですよね。パシャッと写真撮ってもねまあ他の人が写るんですよね、まあ、映像とかにもね。だからまあ自分自身だけの完全な世界に対してはもうねなんていうかねまあそれをに対するまあねその劣悪な世界みたいなねその完全な世界を汚す存在みたいな感じになると思うんですよね。まあこういう感覚はまあ今後もまあね変わらないと思うんですよね。でまあ眞子内親王殿下は小室圭氏にとってそのまあね完全な自己愛を満たすためだけに意味があるまあ自己愛の道具みたいな存在なんじゃないかなと思うんですよね。で、このね、ナルキッソスに思いを寄せていた、まあ、女性がエコーっていうんですよね。まあ、これはまあ小玉なんですけど、まあね、まあ眞子内親王殿下はまあねなんか利用されていて小室圭氏の思い通りに動く操り人形で、まあ、自我が希薄で小室圭氏に依存しているっていうね、あ小室圭氏がその、ね、なんか言ったらもうねその通りに動くみたいなねまるでまあエコー小玉みたいな状態にあるんじゃないかなと思います。でまあ、イカロスもですね、まあ、突き詰めていくと、まあ、ナルキッソスと同じですよね、まあ、ナルシストで傲慢っていう風になると思うんですよね。 なぜならイカロスは、まあ、太陽にまで登ろうとしたんですよね。その、まあ、そのちょっとね高いところ飛んでね、まあ、気分ええわで満足するんじゃなくてねもっともっと高く、ところを目指したっていうことは、まあねまあ、自分は高いところにいるのが当然自分は偉いんだみたいなねそんな、まあ、自分は偉いから高いところにいなきゃいけないみたいなそういう感覚があったんだと思うんですね。つまりその現実に見合わない自己認識に従って、まあね、高いところを目指したっていう。でまあその道具はそのねローでつけた鳥の羽っていうねまあだから要は取ってつけたものなんですよね。自分の身になっていないものなんですよね。だからまあそのすぐねちょっと高いところ行ったら落ち剥がれちゃったっていうねそんなんですね。だからまあ中身を伴わないまあね外面だけの自分で高いところを目指したっていうところがあると思うんですよね。でまあ、そういう行為自体が、まあ、結構ね、まあ、あまりそのみっともないところがあるんで そういう高いところを目指す行為が自分を低くね、落としてしまうっていうね、まあ、不思議な、まあ、関係があると思うんですよね。まあ、身を張ったらそれがみっともなくてなんかねすごく下に見られるみたいなねところがあると思うんですよね。なまあ小室圭氏は1ミリも上昇せず、まあね、順調に墜落し続けているように見えるんですよね。なんかね下駄を履かせてもらって何かやってよ、るけど、まあね、それが何になってるかわからないみたいなねところがあると思うんですよね。
で、まあ以上ね、まあ、ギリシャ神話の話をしましたが、まあ、せっかくなので我が国のね神話である古事記のねイザナギの帝とイザナミの帝のね話をしたいと思うんですね。で、まあ、イザナミの帝はですね、その数多くのね、まあ、国生みをしたんですよね。国を生んだという。でその最後に流産したんですよね、イザナミの帝は。で、まあ、その予後が悪くて亡くなったんですよね。で、まあ、亡くなったら黄泉の国っていうね、まあ、この、生きてる国じゃなくて、まあ、死の国みたいなね、あの世に行ったんですよね。で、まあ、イザナギの帝はやっぱり会いたいから迎えに行ったんですよね。で、まあ、会えたんですよね、イザナミの帝がいたと。で、まあ、一緒に帰ろうやって言ったら、もうちょっと早く来てくれたらよかったんですけどって、もうこっちの食べ物食べてしまったから帰れないんですっていうことなんですよね。でも、まあ、そのやっぱりね帰りたいからちょっとね神様に相談してきますけど、その間私の姿を決して見ないでくださいって言ってね、まあ、相談に行ったんですよね。で、まあ、イザナギの帝は待ってるんですけど、やっぱりね気になるんですよね。でちょっとね火を灯して見てみたら、まあね宇治が湧いてる、まあね、イザナミの帝の死体があったんですよね。で、まあ、これはうわーっていうようなことで、まあ、逃げ出したんですよね。まあ、恐れを得てですね。で、イザナミの帝は、まあ、それに気づいて、まあ、私に恥をかかせてくれたわねということで、まあ、追手を差し向けたんですよね。まあ、追手の、まあ、召使いでしょうね、まあ、女性をね差し付けたら、まあね、追手が、まあね、もうすごい、ね、勢いでね、追いかけていくんですよね。でイザナギの帝も一生懸命逃げるんですよね。坂になってるんですよね。だから、まあ、楽ではないですよね。必死に逃げて、まあ、追手がねもう迫ってきたから、イザナギの帝はちょっとね食べ物を投げた。そしたら追手はねそのブドウかなんかね、美味しいから食べてる。その間に逃げると。でまた追手が迫る。で、まあ、食べ物を、投げてまたねその隙に逃げるっていうのを、まあ、繰り返して、なんとかね、まあ、この、生きる命の世界に、まあ、戻ってくることができたんですよね。でも最後はそのね、よもつ平坂っていうね大きな坂でに、まあ、石を立ててね、まあ、この世とあの世をまあ、ね、隔てたっていうことになります。で、まあ、その何かを喪失した時に人間はまあ、ね、墜落するんですよね。その、まあ、その何かを失ってもねへっちゃらやつよね、まあ、強い人ばっかりじゃないんですよね。普通はね、まあ、落ち込むんですよね。墜落落ちるんですよね。で、まあ、そこに落ちたらやっぱりね自分のその状態は醜いとかね受け入れられないっていう、まあ、そういう自分にまあ変身するんですよね。でそこからやっぱりね、まあ、ずっとそこにいてもええわっていう人もいるんですけど、まあね、やっぱりねその、なんていうかね健康な状態に戻りたいっていう、まあね、願いがあるので、そこから、まあ、あの長い長い坂をですね、登っていかなきゃいけないんですよね。で、まあ、その際、まあ、さっきの、まあね、そのイザナギの帝の、行動からも分かるように、物を食べるっていうね、まあ、行為が大きな意味を持つんですよね。だから、まあ、外界のものを、まあ、物を食べるっていうのはね、外にあるものを内部に入れるっていう行為だから、その現実を受け入れるっていう行為と、まあね、一体になってるんですよね。だから、まあ、その食べ物が美味しく見える、美味しく感じて美味しく食べられるっていうことは、まあ、その心の面でも大きな意味を持つんですよね。人間苦しんでる時はまあね、物を食べても砂を食べるみたいだみたいなね、そんな表現がある、そんな状態になるんですよね。だから、その美味しく見えて美味しく食べられるっていうのは、その外側にある現実を受け入れられているっていう、まあ、そういうことを意味するんですよね。だから、まあ、あの天皇陛下のまあ、ご即位の際のまあ大嘗祭とかでもね、まあ、食べ物を食べられるとかね、まあ、そういう話を聞きました。で、まあね、五穀豊穣を感謝する、ね、美味しいなっていうことですよね。まあ、これは衣食住というね、まあ、物質的な、意味を持つ儀式であるよりも優れて精神的な儀式であると思います。まあね、伊勢神宮をはじめとしてね、まあ、各地で神社で行われている祭祀も同じ意味を持つと思うんですよね。で、まあ、こんな風に、まあ、墜落と上昇、そして接触というね、まあ、こういう、まあ
物語の構造は神話だけのものではなくて、まあね、人類共通の物語の構造だと思うんですよね。まあね、そのちょっとね、千と千尋のね、神隠しでもね、なんかで物を食べたりね、それを戻したりね、でまあね、墜落したりとかいうね、まあそういうシーンがね、まあ見た方はね、思い浮かぶと思います。でまあ、小室圭氏がまあ仕事が続かないっていうのが、まあ一つ大きな問題になってますよね。でまあその、この原因としてやっぱり父親像の欠落っていうのもまあ大きいのじゃないかなと私は思います。まあね、お父さんがね変身したんですよね、小室圭氏が10歳の頃ですよね。まあ報道によると焼身自殺だという、報道になっております。でまあね、お父様が亡くなって、まあ、お金が入ったみたいなねことになると思うんですよね。でその後おじい様が後を追うように亡くなって、またお金が入ったみたいになると思うんですよね。なんかかなりのお金が入ったらしいんですよね。でまあその後、まあ1年後ぐらいにおばあ様が亡くなったということで、まあ多分これの時もお金が入ったんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ人間は金に変わるというね、まあ誤ったイメージを持ってしまったのじゃないかなと思うんですよね。でその反面ね、お父様はもう10歳の時にまあ消えられたから、まあね、コツコツ働いてお金を稼ぐお手本のイメージができないうちに、そのまあいなくなってしまったのじゃないかなと思うんですよね。でまあその状態で小室圭氏はまあね、その坂を駆け上がってないんですよね。ただひたすら逃げ続けているように思います。でやっぱり生きるためには、そのいつかどこかで現実を受け入れて変身をやめないといけないんですよね。ずっと変身してたら、さっき言った通り、まあね、不安定なままなんですね。経済的にも精神的にも信用面でもね。でまあただ小室圭氏は、まあ、これまでのところ変身ばっかりしてたんですよね。でまあこの変身を現実でやるのはね、そのいつまでもやり続けるのはまあダメだから、こういうね、まあメトモルフォーゼスにせよ古事記にせよね、物語っていうのができたんですよね。なぜならその物語の中で登場人物が変身して、その坂をね必死に登っていくっていう、でそれを体験することによって現実世界で変身しなくてよくなるんですよね。なぜならその登場人物が自分の代わりに変身してくれて、まあね、それを読みながら体験したことになるからなんですよね。ところがまあ戦後、まあ、物語がね喪失したんですよね。だからまあそのね、まあ、現実世界でまあ変身する、つまり自分探しの旅に出る人がまあ多くなったということになると思うんですよね。でまあそのね、この変身しながら逃げまくるというね、仮面ライダー KK 劇場ですよね、まあ、今も絶賛まあ継続中なんですよね。でまあ、小室圭氏はまあ卒業して、なんかねどっかのまあ職場に就職が内定したっていうまあ報道がありました。まあ、これがね、まあ、どこかはまだわからないんですけど、そのね何々職員っていうのがまあね最終形態になることをまあ私は願っております。では、ご視聴ありがとうございました。